はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は一応サクチャレではあるんですけれども、鮮度をね使っていこうということで、デッキの方をですねこちらになります。まず鮮度というキャラクター、あ、ちなみにねこれ自分今回初めて使います。全く使ったことないですね。だからイベントリストも何にも埋まってないです。まずテーブルの方が、こういう形になってます。35で固有がつきますと。で、まずタックが何パーセントかっていうと、まずここのタックが 60% あって、で固有ボーナスで、タックがつくので 20% アップの 80% と。で、コツイベント率アップもついて、やる気効果アップ50も持ってますと。でさらに技術ボーナスが12あるので、経験点的には練習でかなり稼げるキャラになってると思います。で、SR についてはね、あの解放させたとしても、45になって技術ボーナス16がつくくらいなので、一応このキャラはもう35で完成されてるキャラになってますので、サクチャレをねなんかそこまで一生懸命走らなくてもいいかなっていう感じにはなってます。もちろん解放すればあの強くなるのは強くなるんですけれども、35でも全然あの使えるキャラなので、とりあえず1万1000点出せば、今回のサクチャレは全然いいかなというところですね。であとはコツの方ですね、コツが阿部比パワー比広角、で1級入魂持ってるんで初級コツと代打いぶし銀打球伸びと、これはコツに関してはかなりいいですね。もう本当に、全部取りたい、コツがついてます。ちょっと代打はあれかなと思うんですけど、代打は直撮りをしていきましょう。でそうすると、ただコツがねちょっといっぱいあるんで、ここら辺の、コツを持ってるキャラと被せていくっていうのが鮮度の使い方だと思います。でデッキはこんな感じですね。下がねあの前イベのキャラになってます。で、上が、後イベのキャラで、今回猫髪を入れてるのは、まずサクチャレで鮮度を入れて作ろうっていうお題を達成するのと、あと総力 B を作るっていうお題を達成したいんで猫髪を連れてきてます。で東条は、筋力要因ですね、パワーヒと広角打法が被ってますと。で、あとねサイガとかでも全然いいんですけれども、ちーちゃんを連れてきたのはガイアだから暁はねやっぱりガイアを入れたいんで、ちーちゃんを入れてますと。ちーちゃんはアベレージヒッターを持ってるんで、ここでアベヒパワーヒ広角は、被らせてる感じになってますと。で精神は余るので、場合によってはチャンスは直撮りをしちゃってもいいかなと思います。ということで、やっていきましょう。コツがありますね。コツが、あ、ちーちゃんが来てるな。いいな、これはもう踏んじゃおう。いきなりガイアを踏んでおくとだいぶ楽になりますからね。ここで経験点だったしコツをもらっていいでしょう。次はで、一応練習だけを見ておく。かな。これはもう追求しちゃいましょう。粘り打ち、粘り打ちはもう潰せるかな。四条もね粘り打ち確か持ってましたよね。で東条のアーティストの金徳は、ちーちゃんがねイベント数少ないんで、進めていきます。こいつ全然わからんな。何一川流、仙道が学んでいる一撃必打を掲げる流派のこと一川流と読む。なるほど、最初のキャラだけどもう普通に飛ばしてきますからね。てか自己紹介長っつくもとかか、すみかちゃん、やっぱりまずちょっと四条を倒したいよな。六本木も減らしつつ、すみかちゃん一回だけ上げとくか。あとはすみかちゃんの評価はイベントとかで上げていければいいかな。四条がね一人だったんでね、さっきのところもう一人誰かいれば一緒に練習してもよかったんですけど、あとはこの体力だったら精神とかにいてくれると嬉しいんだけどな誰もいない 13% か。もうこういう時はね俺暁はね比較的やっちゃいますね。
まあ、怪我するときは怪我しちゃうんですけど、で次とかなんか精神に出てくれるとすごい嬉しいみたいな。つくもと勝負、負けたこの勝ち負けもなんかよくわかんないんですよね。別に初期能力でも勝てるときはめっちゃ勝てますからね。まああとはね、ちょっと余剰兄弟なしで暁野手全員打倒っていうのができるといいんですけど、さすがにちーちゃん早いなもうタッグが組めんのか。すみかちゃんいるね。どうしようか、あげちゃおっか一回。つくももに減らせられるし、つくもさっき負けたからね。とかやってるとね、すみかちゃんの評価がどんどん上がっていくことになるんですよね。猫神くんは久々だな使うの。猫神くんは大盤狂わせを取ります。でまあ猫神くんのね、おお早っ来たか、もう来たか、早えな。もうしょうがない、これはだってやるしかないよ。これを断るのはもうさすがにないからね。いや9月の2週とかマジ早いわ。幼女いくつ増えんだっけ、これ2とか増えるんだっけ。2 増えるんか。まあでもここでタックが組めるからね、これはもうほんとちーちゃんの小モテデッキのおかげだな。だいぶみんな減らしたね。しかも二宮も減らしたし、月に向かって打て、これは続けていきましょう。ここはわりかし体力を削ってくるよね。やっぱり一戦流打撃術、こいつはもう全然やったことないかんななんか言ってるけどよくわかんない。これ手伝うって確か続くはずです。精神が上がって一応体力が減るってことはないね。もう余剰はそこまで気にしなくていいから、 6% とかね。怪我するときは怪我するんだよな、やりたいよな。いやーちーちゃんだいぶ助けてもらってるよ。勝負だ、勝った5とかねめちゃくちゃ下がるよね。これちょっと受けないで体力を回復させましょう。やべすまん。でここも余剰がいるね。コツは猫髪か、まあ、猫髪のコツはねまあいいかな。で余剰があと1ですね。まあやっぱりね、余剰を最初に倒しておくっていうのは必須ですからね。でここで東条の回復が来てくれるのはでかいっすね。うん、回復続きだな。一気に満タンになったな。余剰いるね。倒しちゃおう。もう粘り打ちとかまあ取れるよね。総力か、まあ、猫髪を入れてるんで別に走塁レベルが上がっても全然いいですからね。よし、これでまあ怒りは上がって、三本松下がって六本木も下がると。これも体力はね削られるんですよね。まあ別に経験点54入るからいいっちゃいいんですけど、ここは五十嵐にして安定の体力回復ですね。五十嵐ってもう打倒ポイントないんじゃないか。あ、まだあるかだいぶ下げたつもりだったけど、すみかちゃん、一ノ瀬、三本松、六本木、筋力は候補だな。これも筋力だな。やっぱりね、六本木をね早めに倒したいんだよね。そうすると次は、おお東條くんありがとう。暁にねやっぱり体力回復キャラっていうのは相性がいいですよね。余剰が5つ、六本木か。余剰はさっき
経験点をもらったからな。でもな、ちょっとちーちゃんのコツもな、欲しいっちゃ欲しいんだよな。どうするかな。守るくんはな、勝手に下がってくるしな。つくもはもうすでに4だからな。こっちの六本木を減らしていくか。バントで、バントも潰しておきますか。すげえ忘れそうで、もうすみかちゃんはね、彼女になってるんで、むしろ多いでいいですね、ここは。でこれ評価はね、上がんないんですよね、すみかちゃんの体力と経験点はあるんですけど、評価が上がらないんで、彼女になってなければまあ真ん中とかね、やってもいいんですけど、一ノ瀬よりは二宮だな。他、まあ、八嶋とかは2減らせられるからな。どうする、コツ二宮、六本木も減らすか。よし、こっちで行こう。やっぱり暁はちょっと打倒優先だな。あ、そうか、猫神もこれあれか、体力回復できたよね。焼き魚定食と。で、一閃流機械術なんだそれ。あ、これか、これは通常イベントだったかな。これはね、下にしておくのがあれかな、いいのかな。体力はね、回復するんですよね、確か。まあもう全然体力いっぱいだけど。で、メンタル五十嵐か。二宮を減らしつつっていうところにするか、また例によって六本木を減らしにかかるか。コツもあるからな、悩むな。六本木倒しておきたい。マラソンがね、あるからね、やっぱり。監督いたんかあ、いなかった。ああ、打倒のあれか。でこれも見ないにすると、そう、体力が上がると。まあいいね、体力アップキャラだね。タックがあるけど、五十嵐って、そう、五十嵐はね、三本松を下げられるからね、ちょっと取っておきたいんだよな。で7位を先に倒したいんだよね。7位3本松、まあ、両方倒したいんだけど、なかなかそうはいかないんで、先に7位を倒して、まあ、3本松が上がるけど、五十嵐で下げられると、そういう手順をね、俺は結構踏んでますね。と言うけど、これすげえな。つくもが倒せるのか。これどうするよ。これはすごいね。五十嵐か。もう倒そう。これは美味しい、さすがに。まあ、早めに倒しておけば、後々響かなくて大丈夫かな。で、そうすると、外野が踏んであるから、三本松を先に倒しちゃって、7位を上げちゃうのも、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですよね。で、7位は今、そんなに高くないはずなんで、おい、これはちょっと、最近よくサボるな、こいつまあ練習次第かな。なるべく早めに直しておきたいけどね。サボり癖はね、マジでストレスですよ、本当に。一応見ましょう。ここもいいね。これサボられると、だからすごいストレスになるんですよね監督も特にいないか。六本木が倒せるんだよね。つくもも倒せるのか。八嶋が多いな。ここもいいんだよな、二宮が減らせられるから。サボるっていうな、可能性があるからな。もうちょっとしょうがない、通院で直そう。1回でお願いします。いや、さすが名医だ。一閃流打撃術の方があれか、金徳か。なんかやってるね何をやってるんだかさっぱりわからんけど。あ、パワーヒッター。そう、なんかね、コツをね、掴めるみたいなんですよね。ここも
美味しいといえば美味しい。六本木はあと1か。やっちゃおっか。これはやっちゃおう。どっちが来るんだ、コツ分からんけど、パワーヒッターをね1で掴むのはちょっときついんで、で打撃はこいつがいるから全然いいでしょ。ちいちゃんもいるし。あ、そっか、こいつが来るかもしれないから代打は潰しておこうって言ってたのに、危ねえ、打球伸び珍しいな。打球伸びは5で取った方がいいよね。三本松が上がったと。ヤシマが今高いね。そうすると、ここ一番の大勝負、これは金徳ですね。猫髪を観察しましょうと。わりかし部活って早く終わったのかなこんなことやってる余裕があるってことは。一線流打撃術、これ成功失敗があるんで、失敗するとちょっと金徳は取れないんですよね。おお、なんか成功っぽいぞ。よかったよかった。でメンタル二宮が減らせられんな。よしよしよし、これはちょっとやろう。で次がクリスマスがあるんで、いいね、ここで体力が減ってくれるのも嬉しい。でも座禅で体力回復するのか。ま、スミカちゃんは例によってそこまで回復してくれるキャラじゃないので、とりあえず少し整えよう。オールEくらいにはできるかな。で総力アピールにしてあるんで、その割にはなんか少ない気がするな。やっぱり敏将はね足りなくなるんだよね。技術はあるからとりあえず D にしておいて、やっぱり C にしておいて勝負に備えよう。で猫髪登場。うわ、ちょっと待って、ヤシマの10か。ヤシマの10と三本松の7か。ちょっと待ってよ、六本木も倒したいからな。こっちで行くか。ちょっと待って、猫髪ってキャッチャーか。キャッチャーは二宮も3だしね、掴む必要はないかな。誰もいないしね、ちょっとここにしよう。あ、でも五十嵐が倒してあるのか、最悪。五十嵐を倒す、確か五十嵐が優先されるんでしたよね。まあそれを考えると六本木は急がなくてもいいかなと思うけど、二宮を倒すと六本木が上がるんでね。猫髪養生、六本木が倒せる。三本松が一緒にいるのか。これはちょっと六本木を倒そう。打撃レベル5だけど、まあしょうがない、倒せるときに倒す。で俺ポジションどこだっけ忘れたな。スミカちゃんはね別にデートするんで評価が上がってくるんですけど、でここで金徳が高速ベースランと大盤狂わせで分かれるんで、今日のところは帰ると。あれ、今日のところは帰るにするとあれだっけ高速ベースランになるんだっけ。まあいいや、久々すぎて忘れたな。でコツが来てるけど、ここに3人いる。あー、仙道のコツか。ちょっと取りたい気もするけどな。ただやっぱりなカウントなんだよね。ヤシマとかすげえな。今何人、 1,2,3,4,5 人か。2人倒すとまずいのか。二宮と一ノ瀬を倒すと
まずくなるのか。仙道ってポジションどこ、こいつサード、三本松ってファーストだよね。いやー、これはどうする。まあいいや、とりあえずカウントを減らそう。ちーちゃんとかもし来たらもう一回踏んでもいいかもね。まあ試験は受けましょう。これはまあ経験点のためと。パワーがないからね。ミートは C あるけど、ミート打ちってなんかほんと難しいんだよな。よし、とりあえず OK なんで。うわ、ストレートか。E でもね、まあ持ってけるのは持ってけるんで。せめて20点は欲しいけど。よしよしよし、せめて30点は欲しい。そうするとあと1点、バントしよう。プッシュになっちゃってる。これは確実に30点を取る。おお、30点取ると40点もらえるんだ。で、ここは東条か。ヤシマが下げられるね。一応こっちも見るけど誰もいないから、もうこれはちょっとヤシマを下げにかかろう。コツ捕獲打法、体力が減るけど次はどうせ体力温存しないといけないからね。三本松が減らせられるね。ちょっとその前に合格打法は取りましょう。パワー比1はやっぱりきついね。131はちょっときついんで、三本松の打倒君と下げると。まあ監督の評価も上がるし。おお、ここで焼肉が来るのか。だったら練習しとくよっていうのがあるけど、そこまでは読めないからね、さすがに。まあこれは三本松のポイントを下げられたというところでよしとしましょう。よし、いくぜ。まず一番最初下り、これは思いっきり飛ばす。下り系は思いっきり飛ばしますね。次平地か、まあいいでしょう。上りとかの方が良かったけど、平地。これはどうしよう、最後何来るかだからな。平地か、これは思いっきり飛ばして大丈夫だよね。おお、怖い。2位にもなれないか。さて、でまたコツがあるね。ちーちゃんが来てるね。どうすっかな。ヤシマ、ヤシマっていくつなの。いないけどさ、7か多いな。ヤシマなんて最後に回したくないんで、普通にこれちーちゃんと練習して、でかつちーちゃんコツを踏もう。もう一回逆境。これ高速ベースランだよねあれ違う、大番狂わせ、どっちだわからん。あ、自然体自然体、これあれか、大番狂わせだ。やったやったやった、もうマジでわからんわ。一応ちょっと練習あるな、練習見よう。メンタル登場、わあ、これもやりたいけどね。ちょっと追求しよう。でそうすると どこだ、逆境逆境、押し OK で、これは確か、そうそうそう、意外性はね取れないはずなんで、編成的に大番狂わせもちょっと取っちゃおう。で追求しよう。チャンス、
そういえばタックじゃないや、あれが来てないね、兄弟のやつが。精神ポイントがだいぶあるな。二宮倒せるな。よし、仙道もいるけどな。まあ、ここはちょっと二宮を倒しておこう。で、あとはまた屋島だよ。屋島を一回追っとかないと。マジ危険な数値だからね。一ノ瀬とか。屋島くん。いたー。ちょ、7とかさ。マジかこいつ。もう一回屋島と練習しよう。おお、クレープ。まあこれはこっそりついていきましょう。まあ、猫神くんがいるんでね、多分それなりには敏捷ポイント稼げるとは思うんですけど、どうだろうな。盗塁を取れるほどの敏捷ポイントがあるかどうか。これかどうすっかね。もう今だったらやんなくてもいい気がするんだけどな。かといってな、体力満タンだしな。いや、俺は自力でやる。アイスをくれ。プリンだっけ。で、一ノ瀬が倒せるけど、イカリもいるのか。邪魔だな。しょうがない、東条からコツをもらっておこう。ハワヒのコツをくれ。よし、これでパワーヒッターは取りましょう。これも進めていきましょう。で、まずはパワーヒッターを取ると。でパワーも上げておくか。東条ってパワー依存なのかな。 C まで上げられないけど。東条、一ノ瀬てか3本は。ただこれあれか、八島は1になるのか。よし、これはここやろう。肩とか誰もいないけどさ。これで3本まで倒したでしょ。で八島はもう最後に残したくないから、で碇はあれでチャンスメーカーの上位。毎回出てこないな、名前が。で一ノ瀬って何くれるんだ、ちょっとわからんな。でここはもう2人倒してるんで、まあ、ぶっちゃけコツを取りに行きましょう。ちょっと一ノ瀬最後に倒したいね。なんかもしいいコツをくれれば。一ノ瀬くんをちょっと調べます。一ノ瀬は伝説のさよなら男ですね。どうすっかな。切り込み隊長かさよなら男かって言われたら、悩むね。ここはコツを取りつつ怒り守るを倒すと、そうすると一ノ瀬最後に残すか。まあ、猫神のあれもあるしな。ヘッドスライディングは掴んでおこう。ヘッスラは掴むと。で盗塁についてはやっぱり欲しいんで、コツ5が。よし、碇守を倒した。3月だから大丈夫なはず。で八島を下げにかかろう。また八島だな。八島の面倒ばっか見てんな。全員上がる。ただ一ノ瀬は下がる。そうすると八島だな、やっぱり。でこの2人はもう別にいないから、どっちだっていいわ。ポイント一応30ももらえるんだ、いいね。一ノ瀬がいて、八島がいると。3下げられるのか、でかっ。これは肩か、どうしようかな。かといって他に練習するとこないしね、別に。
じゃあこれはちょっとヤシマを倒しちゃいましょう。でラストになるんで一ノ瀬が上がるでしょ。一ノ瀬も下げてくれんのかな、イカリ様が。一ノ瀬とか最後に持ってきたことないからね。あでもあれでやったか、なんかチャレンジ的なので一ノ瀬を最後に倒すっていうのがあったっけ。でここはちょっともう体力がないんで、デートをしましょう。デートが全然進んでないね。なんかねやっぱり暁じゃなければサイガをね入れて、でスミカちゃんをもし彼女にするんだったら片身打ちがね取れるからね、それがまた使いやすいところにはなりますね。まあ、今回はねちょっとちいちゃんにだいぶお世話になってるんで、3でしょ、3だったら大丈夫でしょう。登場のコツを踏みましょう。筋力が若干足りてない感じがするんで、一応続けようか。こういうとこで地道に下げていこう。おおよかったー一応成功した。よしよしよし、これかこれとかねマジ無理だわこれ、成功する気がしない。精神的支柱ってそんなにすごいっていう感じなんだよね。もう一人いればいいからねギャーって、まあ、こいつはしょうがないよ。もうムード丸。で余剰一ノ瀬もいるね。まあさすがに盗塁は100以上使うのか、置いとこう盗塁は。いや早いね、ちょっと急ぎすぎた感もあるけど、まあ練習にね集中できるっていうのがあるからね。頼むぞ、課金。おいいね、これねミートが上がるのもすごいいいよ。いいよとなんかあれになってたけど、すごいいいっすよね。まあ、メンタルには来てないね。デートで回復しましょう。流れ的には悪くないですね、流れ的には。まあ、別に今回はね、経験点を叩き出すってわけじゃないんで、投手をね、別に入れてきてないんで、まあ、サクチャレの点数は更新できないと思いますけど、でも投手以外はね、全員入れてきてるからね。そこの 20% っていうのがどう絡んでくるか。一ノ瀬、いやちょっと待って、筋力を上げたいんだよね。まだいいよまだ。でちょっと総力は B にするっていうお題があるから、ちょっと優先してあげちゃおう。でパワーもちょっと C にしちゃって、ミートはあーどうしようかな、とりあえず B で止めておくか。でちょっと待ってマジでどこポジション、外野か。じゃあ肩とかも全部必要だね。とりあえず DD くらいにはしておくか。で補給チャンスはどうかな、取っちゃっていいかな。よしこれで、あとはちょっとやっぱり足りなそうなのは敏捷なんだよね。ここからは練習に集中していきましょう。これは誰が外されてるんだろうな外野陣の中で。試合と、ヤシマ7位っていうのが見えたなあれこれはちょっとだけ伸びないかな、伸びないね。しかも1点取られてんじゃねえかよ。うおー打てんぞ。こうたまにね打てない病になるんすよね。よしもう一回回ってきた。ホームラン
ちたーい。よーし、結構点取られたね。うん、ここでもポイントがもらえるのが何気にでかい。もうほんとこいつら何なのって、この女子どもは。あ、これはもう倒しちゃいましょう。いいね、東条のタックも来てるし。練習レベル2でこれだけもらえるからね、さすが東条だよな。よーし、ここでラッパか。微妙なパワーだな。あ、でもこれ回復してくれんのか。次スミカちゃんのいるところで練習しようか。伝説のさよなら男。でメンタルか。メンタルで回復するというのもありといえばありだけど、スカウト評価があんまり良くないね。まあ、ここはちょっとスミカちゃんのいるところにして、回復プリーズ。ダメだ、これもなんかもうめんどくせえな。まあ受けるか。この前はケチョンケチョンにやられたかんな、怒りに。今回はそうはいかない。うーん、カーブに合わせられなかったね。うまっ。うん、なんかフライっぽいけど、どうだ。これはボールだよね。これは待て、ちょっとボールっぽかったな。今の取れんの？どうよ怒り、この前のお返しだ。あー早かったか。27点。30いくと40もらえるからね。30ポイントはどれくらいのラインなんだ。25点とかかな。20ポイント出す。20の次はもう4あれになるのかな。また回復をしつつっていうのができるね。でもちょっとスミカちゃんラブパワー中だからね、ちょっとスミカちゃんに回復してもらおう。うん、よかったよかった、やる気が下がらない。もうこれも特にやることはないからな。一応効果は歌っておくか。長いね今回。どうするどうする。もうちょっと回復っていうよりはポイント調整に入るか。デートが何回やったっけ。なんか全然デートしてない気がするな。スカウトさんかな、評価低そうだな。何回か練習しとくか、アピールしないと。どうだ、なかなかいいじゃないか。あ、これで体力が減っちゃうから、これも練習できないよね次。うん、メンタルがあるけどね。あ、こいつのコツが来てたのか。まあいいや、ちょっとデートを進めないといけないんで。3回目か。で、あと2回でしょう。まあ甲子園前にちょうど消化できる感じかな。コツが来てるんで余剰。バントって取ったっけ。バントバント、ここら辺アンダー清掃機。無理だ、ちょっとアベレージヒッターをもらわなくては。あ、バント、なんで5になってんだ。コツをもらい忘れたか。ムードとかもいいっしょ。帳尻合わせ、気分屋はさすがにいらないから。本塁生還ももうもらえないよね。
ローリングな方はすっげえ重たいな、やっぱり。もう一回掴んでもいい感じのコツだね。盗塁で、そうするとそうか、ローリングな方があるから技術を上げていくっていうのもありだよな。悩むな。で、特にタックがなかなか来ない。登場、いやー、ちょっとアベレージヒッターが欲しい。ちーちゃんとかコツが来たら追求しよっか。アンダ製造機の直撮りは技術がな、完全に足りなくなるからな。よし、バス停前この前っていうかバス停前に負けたからな。6失点して自分は4打席回ってきて全部ソロホームラン打ったんですけど、それしか点取れなかったんで6対4で負けましたねなんだこいつらって思ったけど、なんか5回あたりにね5失点したんですよねホームラン打たれたんだかなんだか知らないけど。四条は盗塁持ってるんでやっぱり警戒してくるね。そして走ってくるね。もう点を取られてもね、点をね取ってくれればいいんですけどね。それとか自分の打席の時に誰かいるとか2失点してるよ。こいつ乱調なんだ。よーし、これもコールトでもいいかな。最悪大丈夫か。で、タックメンタルよく来るね。メンタルよく来るけどちょっとコツがね来てくれないと困るんだよね。まあおとなしく技術ポイントを稼いでおくか。で鮮度、まあやっぱりわりかし入るよね。スカウトさんもいるし。でちょっと最後はデートをしないといけないんで、コツが来るとちょっと残念だけどしょうがない。パワー B に上げておくか。ちょっと CC くらいにはしておく能力、見た目的に。よし、ここからあとはちょっと特殊能力と能力を考えつつ上げていきましょう。共に、まあ、どっちかっていうと打撃寄りだからレフト要員に作るか。守備面はそこそこにしておいて打撃系の能力をどんどん上げていくと。カウントは2ボールノーストライクです。ちょっと待って、アバターボール多いな。次が4球目。うん、無理だ、やっぱりアバターボールは打てねえわ。1塁へ送る、アウト。スリーアウト。赤月大付属リードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で西田、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投球はこれから3球目。危ない球、アバターボール。第4球を投げた。おお、これはマジか。赤月大付属リードで迎える5回です。バッターは西名。ちょっと待って、今日はサードゴロとアバターボールは本当に第2球どういう曲がり方してんだよ。投げた、ちょ無理でしょこれ。ストライク、バッター追い込まれました。あれ入られたら確実に打てなかったな。これも入ってくるか、しょうがない。点差か、なんか怖いな。先頭バッターは3番西名。そして今日全然打ってねえな。投げました。これもちょっと、シュート、いいところですが外れています。
カウントは2ボールノーストライク。これ打とう。打ちました。痛烈。ピッカー。微妙にいかなかったな。いやー、アバタ君にやられたな今回は。全然打てんかったわ。28とか。ここはもう最後お出かけデートですね。いやでもスミカちゃんはね、本当に空デートなしっていうのがめっちゃいいですね。安心できるよ、7月の4週のデートでも。あとはチャラチャッチャーになってくれれば文句ないんだけど、いやこれもね、チャラチャッチャーの確率めちゃくちゃ高いっすよね。で、イカリとの勝負、なんかイカリとの勝負でアベレージヒッターが取れるみたいなこと書いてあったけど、普通にアンダーを打つとなんか内野アンダーもあるとかっすよね。二塁打とか打てばいいのかな。逆に二塁打とか難しいんだよね打つの、まあ、一応ちょっともうパワーヒッターは取ってあるからミートを開いて、どう、ファールファールだったか。ファールで粘る。どうだ、普通の安打、これ内野安打だよね。内野安打。アベレージヒッターが欲しい、マジで。もうひたすら打撃練習しかないな。でちょっと特殊能力見ていくか。盗塁一応取っとこう。アンダ製造機は無理だな。アーチストはもうちょっと抑えておいて、メッタ打ちが無理なのか。筋力が足りないと、まあ、筋力は試合をしていけば勝手に手に入るから、バント職人になっとく。この20が効いてきそうだな。でもさよなら男もやっぱり技術使うよね。ローリング打法もめちゃくちゃ使うよね。打球伸びが欲しいな。まだ打球伸びがないとローリング打法とかこれ無理だな。お待たせ。さあ、これバッターは西田、第9投げました。あっと、いったー。とりあえず筋力はもう筋トク用に回して、技術をいかにして稼ぎ出すかだよな。やっぱりコツが欲しいよな。これは入ってくるね。これもスライダーだけどボールと。これはスプリット。カウントは2ボール1ストライク。投げました。打った。これは強烈。いった。よーし、ま、もう回ってこなくていいんだけどな。めんどくさいから。ダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で西田、今日はソロホームラン3本も打っています。打ちました。痛烈。いった。こんなんさ、もう見せつけられたらさ、絶対ドラフト1位で取るでしょう。別に評価とか関係なく、あいつはマジすげえみたいな。評価20しか上がんないからねこれ。評価40くらい上がってもいいと思うんだけど。コツ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 。猫神かよ、猫神かよ。やっとく。でもそうするともう確実に次は練習できないからね。まあいいや、もうしょうがない。それなりに足が速くなったかな。走塁も掴んでおくか。文部高校もね、ほんとピッチャーは苦手なんだよな。最後に精神練習でねコツが来てくれればバンバン剤なんだけど。お待たせ。バッター西名、第9。シュートはここは際どい。投げた。ボール。カウンター2ボールだね。慎重に攻めてくるね。第3球は。よし。とりあえず1本。というかとりあえず1点。
赤月大付属追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で、こいつはわりかし速球を投げてくるね。これはカーブだけど、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、これはちょっと見送る、見送る、次は4球目投げた、打ちました、これはいい当たり、行くか、よしよし、赤月大付属この回まだ投げてるか、根岸君もうスタミナがないね。西野今日3打点は初球を打ったヒット、ボールは中継、西野ツーベース、赤月大付属リードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で西野今日3打点を挙げています。投げた外角高め、やはり4条盗塁がある分だけ第3球を投げた、すげえ警戒されてんな。ボールカウントは3ボールノーストライク、投げました、打ってきた、ちょっとだけずれたけど、まあ行かなかったか、別にしょうがないっちゃしょうがないけど、さあ最後の練習、まあ、精神になるけどさメンタルコツ、おいちーちゃん 30% か 30% かちょっと待って、コツを見る、コツを見る、これはちょっとねアベレージヒッターが欲しいんだよな本当に。ちーちゃんは外野だからここか、逆境取ったでしょ、粘り取ったでしょ、でチャンスも取ったよね、チャンスも取ったよね、ってことは 30% を通過しつつ、通過しつつコツが来るかってとこだよね。よしやろう、グキポキってなったわこんなところで怪我したらもう試合出れねえよやる気が下がったって、めちゃくちゃやる気下がったわいや危険だわやっぱり、おおやる気がなさすぎる、ちょっと肩上げとこう。まあ、でも技術400あるから大丈夫かな、まあ、でもこれがね、これがパワープロだからね、しょうがないんだよ。最後に嫌な音がしたか、そして点を取られている、やる気がないからミートが小さい。第2球投げました、あーフォークか、外のボール球に手が出ました、ファーストランナーをちらっと見て投げました、爆速が入ってこないね、これは完全なボール球、カウンター2ボール1、ちょっと待て、さあ5球目、うわー1、2塁歓迎、2塁フォースアウトセーフ、ゲッツーは免れたけど3点取られてんな。赤月大付属この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番西田、最初のバッターボックスはライアゴルに倒れています、高速スライダーか、そんなに曲がんなかったな、投げましたインコースいっぱいストライク、投げましたフォークカウント1ボール2ストライク、第4球をこれはうお際どい、マジか、基盤にやられてんな今日は。ここはなんとか追いつきたい、ツーアウトランナー一塁二塁という場面、際どいところに投げてくる、セカンドゴロと三振、第2球投げた、よしとりあえず1本勝つ、スリーラン、おおちょっとここを打っとかないと、先頭バッターは3番、これはコークでしょ、ここまで全打点を叩き出しています、第2球投げた、どうだ、いくか、無理か、1点入れてくれ、おお優勝決めました、なぜか見事頂点に達しました、誰だ最後決めたの、まあポイントはそんなでもないけど、いやー最後の最後のポキは来たね精神的に来たわ。でとりあえず技術は結構あるから直撮りでいけるかな、で最後にエピローグ経験点ももらえるでしょう。ここは1位ないのか、でスミカちゃんがほぼ100点くれるから、いやこのねスミカちゃんのね
SR45 は本当にでかいっすよ。で、まあ、経験点的には6900と。さて595で、まずアンダー製造機取るでしょ一気にちょっとローリング打法せっかくだから欲しいよね。256 一気に技術がなくなるな。これ伝説のさよなら男、せっかく一ノ瀬からもらったのに取れねえわ。金徳に走るか。このね、一応 A にできるんだよねっていう。で、余るな経験点が。これはちょっと待って、アンダ製造機外すか。そうするとアンダ製造機っていくつ ?255 とか。いや、ちょっとめった打ちにして、で、さよなら男と、さよなら男もちょっと一回保留にしよう。で、ローリング打法取るでしょ。これで269か。じゃ、これはあれだね、さよなら男大丈夫でね。で、そうとパワーが A にできないのか。今度しょうがない、総力を S にしよう。で、精神はやっぱりやたら余るから、せっかくだから走塁1段階取っとく。で精神の余り方がやっぱり半端ないな。なんとなく初級を取っとくか。精神いっぱい使うしね。チャンスメーカーも精神いっぱい使うね。ちょっと待って、さよなら男は取ってあるか。精神だよ精神、とにかく精神を使おう。チャンスメーカー、いや満塁男の方が経験点少ないね。で、精神をやたら使うやつ、いぶし銀、おいぶし銀いいんじゃん。ちょっと他のも見てみるけど、ささやき破りとかはちょっと無理だわ。競争心か。だったらなんかいぶし銀の方がいいな。で、もうあとはこれをあげるしかない1足りん敏捷ポイントが若干足んないけど、弾道が2か、まあいいや。こんなもんか。とりあえずなんか1番2番あたりを、2番あたりをお任せするレフトですかねこいつは入るかどうかは分かんないけど、とりあえず、まあ、足は速いから1番2番は任せていいでしょ。本当は電光石火とかだったらね、完全に1番を任せられたんですけど、まあ、そういう編成じゃないんで、っていうか、そもそも今回は仙道くんの感想なんで、仙道くんはいいっすね。あのコツもすごいいいですし、まあ、ローリング打法めっちゃくちゃ重いっていうのが、やっぱりありますけれども、まあ、コツよし、テーブルよしで、イベントも回復が多いんでイベントよしといったところで、キャラ的にはかなり強いと思います。まあ、なのでね、今回サクチャレ、まあ、とりあえず1万1000点の仙道くん取れれば、もうこれはサクチャレは全然 OK ですね。まあ、無理してランキングを走る必要はないと思います。なので、まあ、今回のねサクチャレについては、仙道くんと神楽坂くんを回収できれば全然大丈夫なので、まあ、あんまりねランキング上位に入れなさそうな人もとりあえず1万1000点を目指してやっていけば大丈夫だと思います。1万1000点だったら多分なんとかなると思うんで、一応6000点くらいを叩き出せれば、あとはボーナスポイント、各ポジションで1種類ずつくらい入れれば多分 100% になるんで、まあ、それで多分1万2000とかになると思うんで、まあ、そこはなんとかちょっと頑張っていければなというところで、大丈夫だとは思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。